充血してますね。寝不足ですか？少し緊張されてますか？大丈夫ですよ。ゆっくり深呼吸してください。ありがとうございます。今日はスマホ依存を改善したいということですよね。一日何時間くらい携帯に触ってますか？あ、12時間。結構長いですね。かしこまりました。ここでカウンセリング受けたら100% 改善しますので、安心してくださいね。はい。あ、大丈夫です。意志が弱いとか、そういうことじゃないんですよ。やめようと思っても、脳がやめられない状態になってるんですね。脳が勝手に指令出して、携帯を触ってしまうので、はい、そうなんです。今日はしっかりとここで改善していきましょう。はい。それではですね、まずはじめにこちらの同意書をご記入お願いします。はい、お願いします。いくつか項目がありますので、目を通していただいて、最後ご署名お願いします。はい、あ、書けました。はい、ありがとうございます。大丈夫ですね。始めていきましょうか。まずですね、携帯をお預かりしまして、預かった時に出る症状を確認していきます。使ってる携帯今2台あるんですよね。メインで使ってる携帯をいきなりお預かりすると、動悸などの症状が重く出てしまうことがあるので、まずはサブの方から、はい、お預かりしますね。はい、じゃあ失礼しますね。ちょっと嫌ですけどね。頑張りましょう。電源は落としてください。ありがとうございます。普段もトイレとかお風呂とか行くときに手元にないとちょっと不安になってしまいますかね。そうですか、かしこまりました。胸の音聞いてみますね。まだ大丈夫だと思うんですけどね。一応お預かりした直後でどうなってるか確認します。この後、気持ちを落ち着かせてくれるお薬も飲んでもらえますからね。やっぱり今不安ですか？そうですよね。朝
更新されてないかなとか気になっちゃいますよね。でもそうやってご自身で良くないって思ってここに来ていただけたので、すごい偉いことだと思いますよ。本当そうですよ。情報が増えるごとに快楽ホルモンを出していくので、やっぱりずっと見続けちゃうんですよね。 LINE とかも連絡誰かから来てないかなとか気になっちゃいますよね。わかります。はい、これですか。ちょっと綺麗にするだけなので、綺麗にするというか、なんというか可愛くするだけなので大丈夫です。落ち着いてください。大丈夫ですよ。少し動悸が激しくなってきてますかね。ゆっくり深呼吸ですよ。受け入れるっていうことは同意書で書いてまして、もうご署名いただいてますので、はい、受け入れてくださいね。途中でやめたら罰金がかかってしまうんですよ。なのでこのまま進めた方がいいかと思いますよ。こうするとね、スマホを物理的に触りづらくなってしまうので、結果的にスマホ依存を治すのにすっごい役立つんですよ。はい、もし LINE とか気になった時は Gmail でパソコンから返すようにしてください。新しい携帯とかも絶対に買わないでくださいね。可愛くなりました。はい、じゃあそのメインの携帯も出してください。はい、ありがとうございます。もう一度失礼します。バクバクと動悸がしすぎてるので、鎮静のお薬飲みましょうね。これで気持ちが落ち着きますよ。はい、美味しいですよね。しちゃったと思うんですけど、これで何もかもがどうでもよくなります。こちらもどうぞ。どうかな、落ち着いてきましたか。よかった。
分ありますから大丈夫です。これからぼーっとしてくると思うんですけど、携帯がない悲しみもだんだん和らいでいきますからね。こうするとね、見えづらくなって携帯触るのがめんどくさくなりますから、少し傷つけときました。1週間分のお薬とお渡ししたいものもございますので、まだ起きておいてくださいね。はい、じゃあ少々お待ちくださいね。こちら無料ですので皆さんに差し上げてます。これはタイムロッキングコスティナというものになります。これもまた物理的に携帯を使えないようにするものです。はい、通話と充電はできるので安心してください。こちらを使って指定した時間ロックかけていきます。そうですね、とりあえずは3日ぐらいはい、冗談ですよ。とりあえず3週間頑張ってみましょう。これロック解除するにはまたここに来ていただいて、私がパスワードを入れないと絶対に開かないようになってますので、それまで頑張ってくださいね。はい、じゃあ押します。今ロックかかります。これで外れなくなりました。はい、どうぞ。じゃあ最後こちらですね、お薬切っております。今日ですね、ほぼ完治はすると思うんですけど、どうしてもその反動で吐き気とか不眠になりやすいんですね。その症状を抑えてくれるお薬になります。で、全部一気に飲むとかではなくって、1日ごとに飲む袋が変わっていきます。で、ここに1日目とか2日目とか書いてますので、これを見ながら飲んでください。飲む時間は朝食の後です。朝食の後1回だけになります。まず1日目出てるのが吐き気ですね。こちらです。これ、すべて出してもらって、一
時に噛んでください。そのまま飲むんじゃなくって口に含んだらよく噛んで砕いてから飲んでください。はい、これはコーラ味になるので、食べやすいかと思いますよ。頭痛に効きます。これは入れたものになりますので、味もチョコに似てるので食べやすいものになりますから、お菓子感覚で食べていただければと思います。1日目、2日目、3日目。7日目だけもう一気に飲んでください。はい、お水と一緒に飲まないでくださいね。お口の中だけでゆっくり溶かして飲んでください。はい、どうぞ。ついて眠たくなってきましたよね。よかったです。頑張りましたね。最初だけびっくりしちゃったと思うんですけど、だん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 慣れてきますからね。今日は結構強い刺激になってしまったので、ゆっくり休んでくださいね。何かあったらまた来ていただいて大丈夫ですから。はい、お疲れ様でした。